さあ、それじゃあ今日のゲームをハイライトで振り返ることにしましょう。先発は武田勝、1回の表立ち上がりでした。2アウト2塁ランナーを置いて村田のこのセンターの右を破るツーベース、これいいバッティングでしたね。でしたよね、はい、これで1点を先制で1回の裏2アウト1塁2塁チャンスを作ったんです。5番の鵜久森、しかしスイングアウトの三振、まあ、左の高木に対して鵜久森を使ったんですが、2回の表にも1アウト2塁3塁武田を攻めて、しかし実松ここは三振、この時になぜかランナーが飛び出していてタッチアウトです。これは助かりました。2回の裏1アウト1塁2塁赤田の打球はしかしショートゴロ、ダブルプレー。どうもこの辺り歯車が噛み合いませんでした。4回の武田のピッチング、坂口サードゴロ、ダブルプレーに打ち取ります。この辺から武田良くなってきましたよ ね、 そうですね、はい、自分のピッチングというものを体が思い出してきたと思いますね、はい、さあ5回です。ワンアウト2塁3塁として杉谷というところだったんですが、詰まったライトフライ、ここもなんとか1点というチャンスだったんですが、6回の表には鍵谷がマウンドに、村田うまくこれも打ちましたね。あ、これはねレベルの差があったんですよ。はい、鍵谷投手が何かをそこでね打たれて得て帰ってほしい部分ですね。はい、7回には川野がマウンドに、実松外のスライダーで三振、そして脇谷をセカンドゴロに打ち取ります。いや、いいマウンド状況でしたよ。でしたね、はい、はい、川野投手札幌デビューいい形でした。8回の石井のピッチング、これは院前を打ち取ったところです。圧倒的でしたね。でしたね、はい、らしいピッチング、そして麻酔、これは圧巻でした。横川の最後のボール、このストレートだけでご飯もう一杯おかわりできますそんな感じですね、はい、で9回の裏ランナー1人出たんですが、最後中島落ちる球で三振、結局4安打、点が取れませんでしたファイターズ。